ソフトバンク 910SH はシャープが開発し、ソフトバンクモバイルが販売する WCDMA 通信方式の携帯電話端末、VGA 液晶を搭載して2006年11月25日発売。デザインが 903SH よりであり、904SH で搭載された GPS や、 モーションコントロールセンサーが搭載されていないことから 904SH より 903SH の後継機に近い。905SH に引き続き国際ローミング非対応。2006から2007年頃のシャープ製のソフトバンク、3G 端末の内ハイエンド機では、多機能詰め込みの煽りか、国際ローミング機能が割愛される傾向にあった。920SH 以降は、 ハイエンドモデルでもほとんどが国際ローミングに対応している。この機種登場前後からサイクロイドスタイルのアクオス形態やフルスライドのフルフェイス、フルチューッチなどに力を入れていたため、本機種は約2年半後の 933SH 発売までソフトバンク向けのシャープ性、回転に軸端末としては最も新しい機種であった。ただし、 シャープ製の回転二軸の機種が長期間にわたって発売されなかったのはソフトバンク向けのみであり、他、キャリア向けではそのまま SH905i、SH906i、SH704i、SH-03a、SH-06a、W52SH、W62SH、SH001、SH002 SH 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 といった回転二軸のモデルが コンスタントに発売されていた。国内の携帯電話としては500万画素 CCD を搭載した唯一の機種であったが、2008年冬から2009年春、モデルの 930SH、SH-01A、SH-03A、SH-001 SH 以降の各キャリア向けのシャープ製ハイエンド機種の多くが800万画素を超える CCD を搭載するようになった。 2009年からは、カメラ特化型のアクオスショットシリーズも展開しており、2009年夏、モデルの 933SH、SH-06A、SH-07A には1000万画素 CCD、2009年冬モデルの SH-003 には1210万画素 CCD を搭載している。910SH 以降、光学ズームを搭載する機種は長らく、 発売されなかったが、2011年1月に、高額3倍ズーム CCD カメラを搭載した SH-05C が発売された。この機種は日本で初めて500万画素 CCD と、高額3倍ズームを搭載した機種である。デザインはデジタルカメラを思わせるものであり、側面のボタン群の内下側の大きなボタンがシャッターになる。メニューでの選択。 シャッターボタンの長押し等の他に端末を開き液晶画面を反転させることで自動的にカメラを起動させる設定も可能。また、ライトの隣には5.0メガピクセルとの表記がなされており、静止側最大2592944ピクセルで記録される。携帯電話用カメラのズーム機能は多くの機種でデジタルズームを採用するが、この機種では 望遠時に画質の劣化が少ない光学ズームを採用しており、11段階で調整できる。絞り開放時の F 値は広角で F3.5 望遠でかい7.0となる。レンズは5分6枚で構成されており、携帯電話用カメラのシャッターは多くが電子シャッターを採用するが、910SH では一般のカメラ同様、メカシャッターを併用している。ISO 感度は 自動のほか、手動で100、200、400、800の4段階に設定することが可能だが、撮影モードによっては、強制的に自動に設定される。このほか、ストロボが LED 化され光量の増加が図られた。なお画像サイズを1280ピクセル960ピクセル以上に設定すると、バッファ容量の制約で連写できない。オートフォーカステブレ補正機能も搭載している。 CCD の性能アップに伴い動画機能も強化され、最大で VGA の 3GPP 動画をモノラル音声付きで撮影できる。従来のカメラ付き携帯電話の動画機能では、毎秒15フレームで録画する機種が多いが、910SH では、日本国内のテレビ放送で用いられている NTSC 規格に準ずる毎秒30フレームで録画することができる。 ありがとうございます。